身軽になっていくことですごく大きな出来事、もう驚くようないいことね。皆さんこんにちは、サラです。今日はキスマイフットツーのメンバーの藤ヶ谷大輔さんねの、今後を見ていきたいと思います。まあ、この人最近ね A スタジオで鶴瓶さんの横でねアシスタントみたいにしてますよね。 A スタジオで男性がアシスタントするのを私は初めて見たんで、なんかね新鮮だなと思いますけど、ああいうところでねもうどんどんね成長していくんだろうなって、 MC とかね今後していくんじゃないかなって思いますね。まあ藤ヶ谷さんも、もう結構ね33歳なんですね。この人カニ座で誕生数11、意外とねちょっと誕生数11なんかって思うようなマスターナンバーなんですけど、意外な感じが私的にはちょっとしましたね。まあカニ座の人っていうのは直感的で感受性が強い、他の人に気を使うっていうね、まあ穏やかに生きていくことを好む人、あまりその環境の変化は好まないのがカニ座の人かなって思いますね。で、カニ座の人って割と家庭的というか、結婚したらいい家庭を作っていくんじゃないかなっていう印象が私はちょっと強いですね。で、誕生数11っていうのがマスターナンバーなんですけど、マスターナンバーのこの人っていうのは、直感力とかカリスマ性っていうのを持ってる方に多い数字ですね。だからまあ天からのメッセージを受け取り伝えていくみたいなね、スピリチュアルな言い方をするとメッセンジャー、そういうことのメッセンジャーっていうか、本人がそれに気づいてるか気づいてないかは別にして、無意識にこう次のステージに上がっていくっていうようなね、そういう、使命を持って生まれてきてるっていうか、博愛的で優しいっていうのが、マスターナンバーの人のね特徴なんですね。で本質を表す星座がカニ座なんですけど、内面を表す星座、月で表されるんですけど、それが双子座で、双子座に月がある人っていうのはもともと双子座っていうのはね、器用とか、いろんなことのマルチタスク型の人なんですけど、双子座に月があるっていう彼もね、臨機応変にいろんなことをね対応できるし、話すこと聞くこと、書く、いろんなコミュニケーション能力も高いで、小さい時から何でも器用にこなしてこれたんじゃないかなっていうような、そういう面を持ってるんじゃないかなって思いますね。なんかねラジオのパーソナリティとかも務めてるみたいなんで、やっぱ話することとかね、どんどんこれからもう上手くなって進化していく人なんじゃないかなって思いますね。では次に、タロットで藤ヶ谷さんの今後の活躍を見ていきたいと思います。藤ヶ谷大輔さんね、最近ちょっと私華麗なる一族っていうのを見始めてて、あれこの人藤ヶ谷さんじゃないのって思うね。なんだったっけ、鉄平の弟、次男の役ですよね。髪型が違うと、全然こうちょっとすぐ分かんなくって、なんかすごいこんなね有名なドラマに出てるんだって思ったんですけどね。多彩ですね本当に。はい、藤ヶ谷さんの今後見ていきます。そうなんだ。藤ヶ谷さん、もうすごくね、現在から未来にかけてはとても順調だと思いますね。
この人過去になんかこう運命が傾いていくような経験をしてるのかなっていう気がしますね。だけどそれをこう見方を変えることによって問題を解決していった。そして今現在はとても自分にとっての居心地のいい環境にいる。まあ本当にね、こうハーモニーを奏でるとか、そして周りから見てても、なんかとても、ああ楽そう、幸せそうっていう風なね、そういう風に見えるのかなって思いますね。で、周りの人が見てても、こんな風になりたいなって思うようなね、そういう自由さも感じられます。ただこれから先、まあ、再生、その13のカードっていうのは怖く見えるかもしれないけど、これは再生するとか心機一転するっていうカードになるので、何かこう彼にとっての、まあ、また新たな成長に向けての変化、それこそあのね、必要なものと必要でないものを選択していき、いらないものはもう削ぎ落としていくっていうね、身軽になっていくことですごく大きなあの出来事、もう驚くようないいことねが起きるんじゃないかなっていう、そういうカードの展開になっています。まあね、誕生数11だしね、何かこう奇跡的なね力をあの持ってて、まあ、カリスマ性があるし、今後何をするのかなっていう、そういうちょっと期待を込めて見守っていきたいなって思いますね。ということで、キスマイフット2の藤ヶ谷さんの今後をタロットで占っていきました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。